はい、どうもこんにちは。ですね、今から京都金杯の予想をね、発表していきたいなと思います。はい、じゃあ印打ちました、こちらです。はい、本命が、ガンチャーレで、対抗にサラキアで、3番手にパスクアメリカーナで、4番手にリライアブルエースと、このような形でね、印を打とうと思います。はい、説明します。はい、ガンチャーレはまあこのコースでね、5回走って馬券外したこと1回しかないんでね、ってのと、まあ内枠引いたのもいいなというので、まあ特にまああんま削る要素がなかったのとね、他に比べた時に、ね、まあこれ一番人気なんですけど、まあ一番信頼性高いかなと思いました。で、サラキアもね、まあ同じくらい、もしくはそれ以上に強いなとは思うんですけど、ちょっとあのスタート出遅れ癖あるから、ちょっと軸にはできないかなっていうのはあるんですけど、まあポテンシャル抜群ですし、まあ末足もね、捕獲か、まあそれ以上に出せると思うので、まあもちろん抑えなきゃいけないなと思いますけど、ね、ちょっと軸にするのは怖いかなっていう、それだけです。で、まあパクスアメリカーナはですね、まあリゲルステークス完勝してるのと、まあコースもね、まあ新馬戦とその次のレースと2戦2勝しているコースなんでね、京都で、まあ、あと、まあ、55キロで臨めるっていうのがね、いいなと思いました。強いのにね、まあ、ハンデ戦で据え置きされてるので、いいかなと思いました。で、まあ、リライアブルエースは、まあ、この前ね、いつも人気以上に、ね、走ってくれる馬なんでね、うん、まあ、ちょっと人気した時はあんま走んないんですけど、まあ、今回はそんな人気しなさそうなんでってのと、まあ、でも、他にね、まあ、サラキアとかそういう背足強い馬いるので、いつもみたいに、後ろからって行かれたらちょっときついと思うんですけど、まあ、でも、集団でも運べるくらいのね、まあ、行き足あると思うんでね、そのあたりでレースできれば、まあ3着ぐらい、3着じゃない、まあ、2着で来てもおかしくないのかなと思いました。まあ軽量なんでね、それを生かしていってほしいです。はい、というわけで、ボンレス高島のね、消し馬のコーナーをご覧ください。はい、どうぞ。はい、どうもこんにちは、ボンレス高島です。今回京都金杯の消し馬を上げていこうと思います。こちらです。ロードクエスト福永雄一ジョッキーにしました。まあね、このまま去年1年間は割とね、いろんなレース使って、結局ね、そのどの距離が一番適切なのかっていうのがね、もうマイルなのか、もしくはね、スプリンターなのか分かんなかったんですけど、うん、まあどっちでもない1004ぐらいの馬なのかなっていうのが、うん、まあ見て感じた部分でして、まあね、その開幕週の京都競馬場になるので、うん、いつもみたいに最高峰からっていうわけにはいかないような気もするんですけど、まああんまり展開が向くとは思えないんで、どこまで人気するかわかんないですけど、このまま消しで狙っていきたいと思います。以上です。はい、というわけで、よかったら参考にしてください。じゃあ買い目です。はい、馬連3点です。グアンチャーレからサラキア、パクスアメリカーナ、リライアブルエースへの、馬連を3点買おうと思います。うん、まあまあまあ、グランチャーレンなんで、まあ2着には来てくれるんじゃないかなっていうのと、あとまあまあね、3連複よりもまあ、生まれんの方がね、なんか人気どころ来たら配当がつきやすそうなんで、まあまだオッズ出てないんで何とも言えないんですけど、まあちょっと軸馬の信頼度が高いんで、今回生まれんにしてみました。で、まあ紙も3点って絞ってるんでね、はい。という感じです。よかったら、皆さんの予想もね、教えてください。というわけで、はい、京都金杯のね、予想でした。はい、ありがとうございました。